二年の留学中、ただ一度、ロンドン島を見物したことがある。その後再び行こうと思った日もあるが、やめにした。人から誘われたこともあるが、断った。一度で得た記憶を二変目にぶち壊すのは惜しい。三度び目に拭い去るのは最も残念だ。島の見物は、一度に限ると思う。 言ったのは、着後間もないうちのことである。その頃は方角もよくわからんし、地理などは元より知らん。まるで御天場のうさぎが、急に日本橋の真ん中へ放り出されたような心持ちであった。表へ出れば、人の波にさらわれるかと思い、うちに帰れば、記者が自分の部屋に衝突しはせぬかと疑い、朝夕安き心はなかった。 この響き、この群衆の中に二年住んでいたら、我が神経の繊維も、ついには鍋の中のふのりのごとくベトベトになるだろうと、マックス・ノルダウの大化論を今更のごとく、大真理と思う折さえあった。しかも世は、他の日本人のごとく紹介状を持って世話になりに行くあてもなく、また在留の窮地とては無論ない身の上であるから、こわごわながら、 一枚の地図を案内として、毎日見物のため、もしくは用達のため、出歩かねばならなかった。無論、汽車へは乗らない。馬車へも乗れない。滅多の交通機関を利用しようとすると、どこへ連れて行かれるかわからない。この広いロンドンの、雲出十字に往来する汽車も、馬車も、電気鉄道も、工場鉄道も、 世には何らの便宜をも与えることができなかった。世は、やむを得ないから、四つ角へ出るたびに、地図を開いて通行人に押し返されながら、足の向く方角を定める。地図で知れぬ時は人に聞く。人に聞いて知れぬ時は巡査を探す。巡査で行かぬ時はまた他の人に尋ねる。何人でも合テの行く人に出会うまでは、捕まえては聞き呼びかけては聞く。 隠してようやく、我が指定の地に至るのである。塔を見物したのは、あたかもこの方法によらねば、外出のできぬ時代のことと思う。来たるに来所なく、猿に居所を知らずと言うと、前後めくが、世はどの道を通って塔に着したか、また、いかなる町を横切って我が家に帰ったか、未だに半然しない。 どう考えても思い出せぬ。ただ、塔を見物しただけは確かである。塔そのものの光景は今でもありありと目に浮かべることができる。前はと問われると困る。後はと尋ねられても返答し得ぬ。ただ前を忘れ、後を失したる中間が餌くもなく明るい。あたかも闇を裂く稲妻の、 眉に映ると見えて消えたる心地がする。ロンドン島は、スクセの夢の焦点のようだ。ロンドン島の歴史は、英国の歴史を先日詰めたものである。過去という怪しきものを覆える帳が、おのずと避けて、岩中の有効を二十世紀の上に反射するものは、ロンドン島である。 すべてを葬る時の流れが逆島に戻って、古代の一辺が現代に漂い来たれるとも見るべきは、ロンドン島である。人の血、人の肉、人の罪が結晶して、馬、車、汽車の中に取り残されたるは、ロンドン島である。このロンドン島を、東京の上からテームス川を隔てて、目の前に望んだ時、世は今の人か、 はた、いにの人かと思うまで、我を忘れて、四年もなく眺め行った。冬の初めとは言いながら、もの静かな日である。空は、アクオケをかき混ぜたような色をして、低く塔の上に垂れかかっている。壁土を溶かし込んだように見えるテームスの流れは、波も立てず、音もせず、無理やりに動いているかと思われる。 ほかけ船が一隻、塔の下を行く。風なき川に帆を操るのだから、不規則な三角形の白き翼が、いつまでも同じところに止まっているようである。天間の大きいのが、二層登ってくる。ただ一人の先導が、友に立って牢をこぐ。これもほとんど動かない。東京の欄干のあたりには、 白き影がチラチラする。大方、カモメであろう。見渡したところ、すべてのものが静かである。物憂げに見える、眠っている、皆過去の感じである。そうして、その中に冷然と、二十世紀を軽蔑するように立っているのが、ロンドン島である。汽車も走れ、電車も走れ、 いやしくも歴史のあらん限りは、我のみはかくてあるべしと言わぬばかりに立っている。その偉大なるには、今更のように驚かれた。この建築を、俗にうと唱えているが、うというは単に名前のみで、実はいくたの櫓から成り立つ、大きな地城である。並びそびうる櫓には、丸きもの 角張りたるもの、いろいろの形状はあるが、いずれも陰気な灰色をして、前盛期の記念を英語に伝えんと誓えるごとく見える。普段の優秀感を石で作って、二三十並べて、そうしてそれを虫眼鏡で覗いたら、あるいはこの塔に似たものは出来上がりはしまいかと考えた。世はまだ眺めている。 セピア色の水分をもって飽和したる空気の中に、ぼんやり立って眺めている。二十世紀のロンドンが、我が心の内から次第に消え去ると同時に、眼前の投影が幻のごとき、過去の歴史を我が脳裏に描き出してくる。朝起きてすする渋茶に立つ煙の、寝たらぬ夢の王を引くように感じられる。しばらくすると向こう岸から、 長い手を出して、世を引っ張るかと怪しまれてきた。今まで、初立して身動きもしなかった世は、急に川を渡って塔に行きたくなった。長い手は、なおなお強く世を引く。世はたちまち頬を移して、東京を渡りかけた。長い手はぐいぐい引く。東京を渡ってからは、一目散に東門まで馳せつけた。 見る間に、三万坪に余る過去の一大磁石は、現世に浮遊するこの小鉄くずを吸収し終わった。門を入って振り返ったとき、憂いの国に行かんとする者は、この門をくぐれ。英語の荷借に合わんとする者は、この門をくぐれ。迷惑の人と五千とする者は、この門をくぐれ。 正義は高き衆を動かし、真意は、最上値は、最初愛は、我を作る。我が前に物なし、ただ無給あり、我は無給に忍ぶ者なり、この門を過ぎんとする者は、一切の望みを捨てよ。という句が、どこぞで刻んではないかと思った。 要はこの時、すでに状態を失っている。空堀にかけてある石橋を渡っていくと、向こうに一つの塔がある。これは丸型の石像で、石油タンクの上を成して、あたかも巨人の門中のごとく、左右に喫立している。その中間を連ねている建物の下をくぐって、向こうへ抜ける。 中東とはこのことである。少し行くと、左手に首刀がそば立つ。マガネの盾、黒金の兜が脳を覆う秋の陽炎のごとく見えて、敵遠くよりよすると知れば、登上の鐘を鳴らす。星黒き夜、壁上を歩む将兵の隙を見て、逃れいずる囚人の、 酒島に落とす松明の影より闇に消えるときも、登場の鐘を鳴らす。溺れる市民の、君の祭りごとひいなりとて、ありのごとく東下に押し寄せてひしめき騒ぐときもまた、登場の鐘を鳴らす。登場の鐘は、断れば必ず鳴らす。あるときは無二に鳴らし、あるときは無三に鳴らす。 そう来たるときはそう殺しても鳴らし、仏来たるときは仏を殺しても鳴らした。霜の明日、雪の夕べ、雨の日、風の夜を何べんとなく鳴らした鐘は、今いずこへ行ったものやら。夜が神戸を上げて、津田に降りたる櫓を見上げたときは、石前として、すでに百年の響きを収めている。 また少し行くと、右手に逆賊門がある。門の上には、セントタマス島がそびえている。逆賊門とは、名前からがすでに恐ろしい。古来から、当中に、生きながら葬られたる幾千の罪人は皆、船からこの門まで護送されたのである。彼らが船を捨てて、 ひとたびこの門を通過するや否や、シャバの太陽は、再び彼らを照らさなかった。テイムスは、彼らにとってのサンズの川で、この門は、黄泉に通ずる入り口であった。彼らは、涙の波に揺られて、この洞窟のごとく薄暗きアーチの下までこぎつけられる。 口を開けてイワシを吸うクジラの待ち構えているところまで来るや否や、キーッとキシる音とともに、厚菓子の扉は、彼らと浮世の光とを、とこしえに隔てる。彼らは、かくしてついに、宿命の鬼の餌食となる。明日食われるか、明後日食われるか、あるいはまた、 十年の後に食われるか、鬼より他に知るものはない。この門に横付けにつく船の中に座している罪人の途中の心は、どんなであったろう。貝がしわるとき、雫が船べりに滴るとき、漕ぐ人の手の動くときごとに、我が命を刻まれるように思ったであろう。白き髭を胸まで垂れて、 ゆるやかに黒の方へをまとえる人が、よろめきながら船から上がる。これは大壮上、クランマーである。青き頭巾をまぶかにかぶり、空色の絹の下に鎖片びらをつけた立派な男は、ワイアットであろう。これは会釈もなく船べりから飛び上がる。華やかな鳥の毛を棒に刺して、小金作りの太刀の塚に左の手をかけ、 銀の留め金にて飾れる靴のつま先を、カロゲに石段の上に移すのはローリーか。世は暗きアーチの下を覗いて、向こう側には石段を洗う波の光の見えはせぬかと首を伸ばした。水はない。逆賊門とテームスカートは、堤防工事の竣工以来、全く縁がなくなった。 幾多の罪人を飲み、幾多の護送船を吐き出した逆賊門は、昔の名残に、その裾を洗う笹波の音を聞く頼りを失った。ただ向こう側に損する血統の壁上に、大いなる鉄管が下がっているのみだ。昔は、船の友綱をこの管に繋いだという。